はい、まあまずね、はい、ウィンドウ車液いっぱいになったので、ここからですね。で、はい、じゃあエンジンオイルから交換していきましょうか、いつも通り。はい。まあ今日は暑いし、今度は蚊がちょっときついので、まあデフオイルはまだ明日とかそういう時にします。まあ一応フロントデフと、フロントデフで1リットル、5リットル、まあ1リットル、まあ2リットルぐらいかな。4リットルあれば足りるかなと思うんですけど、まあ本来ここまでこまめに変えるものではないんですけれども、まあとりあえずはこの車はまだあと5年も乗らなくちゃいけないんで大事にしていきたいと思います。やっぱりこうやってオイルとかをこまめに変えてると、やっぱりこれフルタイム肉に比べれば燃費は悪いですけど、まあ前はエブリだったんですよね。前のエブリと比べたら、あれは、フルタイム肉でリッター21とか走ったりするんですよね、高速道路とかだと。まあちゃんと、でもあれオイルがすごい正直に跳ね返ってくる車で、2000なんだっけ、ドンキホーテのカストロールオイルが
でやると2500以上走んないですね。そこからリッターが16割ってきますね。でまあこれは今は 5W の10ちょっと入れてみたんですけど、まあだいたい55キロですね。4速で50キロで走ってたりするとリッターが18とか出ます。でもやっぱりそうするとイライラ運転誘発するんで、まあ5速で55キロとかですね。まあ不覚にも今年はね、初めてあのスピード違反で捕まってしまったんですが、まあゴールドが消える秒読み段階ですね。ではこんな感じで、メンテは今日はエンジンオイルは終了です。